さあ、そしてここで見ていて、ボックスにアイテムを預けて、リングを預けてても大丈夫だからね。さあ、夜にするか。お、こっちも進むかもしれないな。ソロ活動の時しか受けられないからな。ケンシロウさん、今日は手配書を見せてくれ。ニュー、おっと、いいお金。これ前1万だったやつだよな。値段上がってる。これも前5万だったやつだよね。これだな。小遣い稼ぎとは別にストーリー的なねやつ。食い逃げ犯の割に結構高いなこいつ。ゴミを掃除しなくてはな。こいつは本当なら だよな。食い逃げ犯だもんな。いや、軽視はできないよ。飲食店は住民のオアシス。安息の場を失っては住民の心はすさんでいくんだ。やけに気合が入っているな。軽犯罪を、根絶し、住民の生活基盤を守ることは衛兵隊の基本使命の一つだ。地道な活動が必要だろ。まあとりあえず受けといたけど、うわうわ、これとこれはあれだ、だつい、あ、ばあさんのところだ。あのばあさん、剣豪軍の人だよね。余裕だと思うんだけどな。まあ、受けるだけ受けといて、ストーリー進めるか。いつか僕はこの町を守るんだ。大きくなるまで。待ってろよ。こんな可愛い少年が、将来はムキムキのヒャッハーになるんだぜ。あんまり体力減ってないけどいいか。よし、さあで、ボス戦かな。ジャギか。セーブもしておこう。さあで、いきますか。待っていたぞ。ストーカーかな。ジャギの手下が大勢入ってきているようだ。思ったより早くジャギの場所が聞けそうだ。何人か島に来てみたが、どうやらジャギに言われるまま町に来て暴れているだけだったぜ。一つ言えることは、ジャギの居場所を知る者がかなり限られているということだ。まずは多くの情報が得られそうなネオン街やカジノのある北西から探してみよう。あれ、まあ別にいいんだけど、大体の場所は分かってるから。おっと、こいつらは通常ヒャッハーか。通常ヒャッハーってなんだよ。通常ヒャッハーだな。こいつ仕方ないな。負けるか。走れ。よっと、巻いた。いるいる。まあ巻くために入っただけだから。あそこにもいいんじゃないか。カジノの方から行くか。ちょっとヒャッハーたち多すぎねえか。多すぎだろう。溜まりすぎだな。電令が来るまでカジノで遊んでいくか。悪くはねえかな。イデアルがねえと遊べねえらしいぜ。んなのジャギ様みてえに町ですから奪えばいいだろうがよっと。へへへ、そりゃそうだな。ん、あの方の名前をしてるんだ。なんでジャギ様のお名前してるんだ。おっと、この町の人間のくせに生きがいいじゃねえかよ。こいつらから金奪おうぜ。
殺す気か？どちらでもいい。伝令が来たら話を聞くだけだ。余裕かもしれなかったよ。金巻き上げてやるぜ。レイ、任したぞ。お前の肩パッドは俺の元に。シャーシャー。ちょっと失敗失敗。合わせ。破人敵。よしよし、結構巻き込んだ。三角。お空で爆発するがいいよ。あ、レイが光ってる。あたた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 たゲージは残しておきたいな。じゃあ増すんじゃねえよ。シャキーン。そこだ。シャッ。あ。無常破顔剣。てれてキュージー。まだデブ君が残っている。ジャスト飛行ヒデブ。ヒデブは初めに欲しいよな。さてと、おい、そこで隠れているやつ。隠れてねえ。ヒー。伝令役だな。ジャギの居場所を言え。あれ、ジャギ様のいらっしゃるところは知らねえよ。ネオン街とかいうところのハイビルに集合と言われただけだ。本当だ。うん。あの、命拾いしたな。もう一度見かけたら殺す。さっさと、いね。あ、そこだ。イベント中だからババアのとこ行っても賞金組いねえだろうし。この店はロブバーか。この店いつ開くんだろうな。いっぱいいるぜ。ジャギの手下どもだ。あんたがジャギ様の弟か。お、ちょっと詳しい奴らが来たか。ジャギの居場所を吐け。ジャギ様よりは弱いと聞いてる。それでも相当強いんだろ。俺はあんたと争う気はねえよ。おい、何言ってやがる。このチャンスを逃す機会を始末すりゃ何回もらえるかもしれねえぜ。先にターゲットは想定外だ。俺は遠慮して。おおっと、なかなか頭のいい奴が一人いるな。腰抜けがあったこのシーン。ジャギ様から盗んだ俺の北斗神拳味わせてやるぜ。一人頭いいやついるな。まあ、ただジャギより俺の方が強いけど。わっちゃう。失敗失敗。あーたたたたたわっちゃう。百裂剣。お前はもう意外に 3% の回復量はね、馬鹿にならない。あだだだだ。空中でジャスト飛行。空中のジャスト飛行はタワーバー確定か。回せ。よしよし、2人3人4人からの破人敵。破人敵ごっぽう。あー、こいつは立てえな。
例の動きが。来た、ジャストヒコ、ヒデム来た。来た。これがヒデムの威力。ヒデム強い。もうザコ戦はジャスト飛行でヒデム狙うのがやっぱ一番いいのか。はあ、死に急ぎやがって。改めて聞こう、ジャギーはどうだ。俺も暮らしか知らねえがな、あんたがターゲットってこと以外は。ジャギー様のご霊が下るまで待てと言われただけだ。ジャンク街にジャギー様は潜んでいるようだが、ああ、殺されたくねえからな。ジャギー様には気をつけろよ。町見てたらよ、ジャギ様の下でやっていくのがバカバカしくなってな。この町にはいられないだろうが、他の町でまっとうにやってみるさ。ジャンク街ね。後ろ向いた途端に襲ってくるかと思ったけど、そんなこともない。まあ、レイいるし。そもそも不意打ちでどうにかなるレベルの実力差じゃないからね。ジャンク街。ジャンク街、ジャンク街、バザールでござる、バザールでござる。やっぱジャンク街ここだよな。なんであのピンク色の丸ついてねえんだろう。ちょっとヒャハ多すぎじゃねえかこれ。こっちから喧嘩売るか。暇つぶしに死んでくれる。暇つぶしに死ぬのはお前の方だ。暇つぶしに死んでくれるか。さあ、ジャンク街だ。またヒャッハーたちいるじゃねえか。負けるか。気づかれてないね。ジャンク街に来たがイベントらしき場所がない。先走るな、ケンシロウ。あいつは仕方ない。お、話せる人は。あー、これは違う。あれ、エデンの住人か。機械ばっかり。もしかしてザコたちを全部倒せとか。なあ、こんな時間にどうしたんだ。外は危ないぜ。昼にしろ昼に。あ、こいつらか。ジャギの手下かな。ナイトクラブの女に連絡方法を聞いたんだよ。いくらエデンでも電話なんてないわよって。で、よく振られたんじゃねえの。ジャギ様の仕事が終わったらナイトクラブに行って脅してでも物にするけど、いや、へっへっへ。その傷はもしや、や、やべ、に、逃げろ。一人だけ逃げたね。見つけちまったら仕方に、死に。語彙の少ないバカバカにだ。まずは遠距離をね、殺す。遠距離のやつが一番先頭にいるっていう、フォーメーションのかけらも分かっちゃいねえ。ただクソ硬いな。あちゃ、攻撃力高っ。ジャストヒコ、ヒデブ来い。やっぱデブはヒデブなんだ。だってデブだもんね。デブだけにヒデブを落とす。早めにデブをジャスト飛行を狙うのがいいんだ。いてね。あれ、ヒデブがなくなった。いってな、これこの中ボスクラスね。
こういうやつはカウンターを狙うか。受け流しを狙うか。まだ飛行チャンスにならん。なった。おい、乱山両山の。村人がつまんねえのって感じで帰っていってる。始末したからな。捕まえてジャギの居場所を吐かせた東の空き地らしい。そろそろジャギが見つかるはずだ。あそこか、裏じゃねえか。こっちから行った方がいいな。おい待て。うお、ここだな。ついにたどり着いたか。これは罠か。あ、4人いる。ジャギ、ケン、ドイツがジャギなんだ。わからん。全員ぶち殺せばいい。ケンでもわからないのか。ああ、多分全員偽物だと思うけど、本物のジャギがいるはずだ。おそらく偽物の3人は行方不明になっているエデンの。ああ、なるほど。ジャギに似た背格好の男をさらっていた狙いはこれか。しかし、なぜ誰も喋らないんだ。喋らないようにジャギから脅されているのか。いや、飛行疲れ、喋れない状態にされているんだろう。飛行便利すぎ。いずれにせよ、むやみに手を出すわけにはいかないな。どうする、ケン。これから4人を同じ質問、丸かバツか動きで答えてもらおう。それに丸かバツかを動きで答えてもらおう。なぜそのようなこと。エデンの民は正直者だ。そしてまさかクイズ要素来たよ。ジャギは必ず嘘をつく。たった一人の嘘つきを見つけられれば、それがジャギだ。エデンの民のこと信用しすぎだろう。お前ら正直に答えろよ。なる。よし、ケン。準備が良ければ声をかけてくれ。ケンシロウが4人のジャギに質問を行うね。丸かバツだけで答えを返します。偽ジャギは必ず真実、本物のジャギは必ず嘘ね。よし。体力ちょっと減ってるけど、まあ大丈夫だろう。リムも残ってるし。準備はいいか。任せろ。ああ、よし、それじゃあ最初は何を聞くんだ。これ本物のジャギかって聞いた時点でさ、あのバツバツ、あ、そうか、本物のジャギも本物で丸って答えなきゃ全員がバツになるんだよね。で、お前に兄はいるか、これだけじゃわからないけどね。でも本物のジャギかって、本物のジャギは絶対嘘つくから罰でしょ。で、他の人たちは本当のこと言うから全員罰だから、これはダメ。兄はいるかは、ジャギには兄はいる。犬は好きか。お前に兄はいるか。罰罰。次の質問だ。とりあえず右の二人のどっちかだね。お前はエデンの民か。この全員丸がつくから意味がないね。お前の右隣にいるのは本物のジャギか。まあ今こっちから見て右の二人のどっちかがジャギってことだから、これをした時点で向こう、この右隣ってこいつらから見て右だったら左の二人だからね。まあカジノで暴れたことがあるか、これ全員罰だからこれか。お前の右隣、右ってどっちだ、なるんだろ。本物のジャギか。罰罰罰丸。少しは絞れてきているのか。これ普通に右から2番目のやつじゃね。
お前の左隣にいるのはエデンの民か。うん、やっぱこいつだ。右から2番目のやつだな。そろそろ分かってきたか。よし、次の質問だな。左隣にいるのは本物のジャギか。お前の左隣にいるのは本物のジャギか。ほら、丸。これで最後にしよう。何を聞くんだ。俺のことが好きか。お前に弟はいるか。お前に弟はいるか。バーツ。どうだケン、ドイツが本物のジャギか分かったか。右から2番目だよね。ああ、よし、それはお前だ。本物のジャギが分かったのか。ああ、本当か。見ていろ。ケン、違ったよ。あれ、よし、多分間違っても何の問題もねえのかっていうのがね。本物のジャギが分かった。ああ、じゃあこいつだ。ええ、今度こそ見ていろ。本物のジャギだ。もう大丈夫だ。飛行を解除した。早く逃げるがいい。あれ、おかしいぞ。よくわかったな。そうさ、俺様が本物よ。貴様がアイリをさらった男、ジャギか。そうだ、俺がジャギ様よ。久しぶりだな、ケンシロウ。回想ぶりだな。ジャギ、なぜこの町に来た。なぜこの町に来た。お前はバカか。お前はバカか。この日が来るのを待ちわびたぜ。ケンシロウ、てめえが俺につけた傷がうずくたびによ、俺の中の憎しみがささやくのさ。お前をぶっ殺せってな。ならばそのささやきも今日まで。俺が貴様に、これはレイが出てくるか。引導を渡してやる。待てケンシロウ、俺にやらせてくれ。待てケン、俺にやらせてくれ。まあそうだよな。この男だけは自分の手で地獄に叩き落とさないと気が済まん。バカめ、貴様らは俺様の罠にはまったことにまだ気づかんのか。何、どういうことだ。つまりはこういうことさ。おっと、強軍。ああ、またアイリーさん。お前はタルーか。久しぶりに出てきたな、強軍。てめえの妹が二度も同じ男の手に落ちるとは夢にも思ってなかったようだな。なぜお前らが手を組んでいるんだ。ジャギさんとは利害が一致してね。君が消えてくれればジャギさんと僕は大満足。
ジャギさんはすっきり。僕らは簡単にエデンが落とせるってわけ。こいつと朝川で会って意気投合しちまってよ。実に気のいい野郎だ。お前よりこいつが弟だったらよかったぜ。しかし驚いたよ。まさかジャギさんが君のお兄様だったとは。お兄様はお前だろ。あ、違うか。そんな人がこちら側についてくれるなんて、やっぱり僕は最高についている男だ。タルーガに今回の話を持ちかけたらすぐ俺の班に乗ってきたよ。レイよ、てめえの妹がいる以上下手に手は出せねえだろ。ジャギ、貴様さんは。ほら、どうした。俺を地獄に叩き落とすんだろ。やれるもんならやってみろ。だけどよ、俺に手出したら妹がどうなっちまっても知らねえぜ。ああ、おれ、人の皮をかぶった悪魔め。うわ、飛行を疲れた。レイ、飛行診断中をついた。俺の声がかからねえ限り、てめえは決して動けねえ。ほんと便利だな、北斗神拳は。ジャギさん、ここじゃ人目につく。そろそろ予定通り。なあ、分かってる。予定通りだろ。ひどいことする気でしょ。いいか検証を。こいつら兄弟の命は俺たちが預かったぜ。助けたけりゃコロセウムに一人で来い。俺様レイ、足手まといだな。いやぁ、思い知らせてやるよ。覚悟してくるがい。